はい、皆さんこんにちは、恩田ごとくです。本日はですね、中国憲法に伝わる八景というものについてお話したいと思います。八景ってね、最近アニメとか、カンフー映画でも出てくると思うんですけども、皆さん誤解してると思うんですけども、スピリチュアル的な力でうわーってやると相手が吹っ飛ぶとかね、カメハメハーみたいなね、そんなイメージがあると思うんですけども、実はちょっと違うんですね。実際のところはその八景とは何なのか、簡単に説明したいと思います。八景というのは、力の出し方というのが八景というものなんですね。で、八景というのは中国語の熟語としては実はないんですけども、力を発するという意味で八景という言葉が使われています。八景というのは主に体のね、筋肉の使い方とか、体重の使い方、あと体の張り方、心筋とかね、屈筋を利用した力の出し方などをうまく武術に生かしたものが八景というふうに言われています。八景の中にもいろいろな種類があって、目には見えない速度でね、相手にこう打撃を食らわす翻弄形とかね、体のねひねりを生かして、近い距離でも強い打撃を生み出す天使形などもあります。その他にも体を開いて心筋を利用した十字形などもあります。なので、八景イコールハッボーンっていうのはないんですね。だけど実際に、通常よりも強い力、普通にねまっすぐ伸ばす筋肉よりも、体をひねったりね、開いたりね、翻弄球みたいに回転させたりして強い打撃、速い打撃を生むことができるというものが八景だと、ね、いうことを覚えておいてください。だけど実際に浸透形といって、触れて相手に触れた瞬間ね、噴形とか尺形とかあるんですけども、こう触れたままの状態でドンとね相手に強い打撃を与えるとか、それにはね以前お話した気の力も実は必要なんですね。なので実際に八景といっても筋肉だけの力で強い打撃を生む、それだけではないんですね。気の力も実は関係しているということです。その辺は各流が秘伝というふうにね言われてるんですけども、そのあたりまた、気の話で少しずつ話していければと思います。はい、本日は以上です。恩田ごとくでした。